東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？今季好調の5位 FC 町田ゼルビアと4位北海道コンサドーレ札幌との対戦は 2-0 で町田が勝利した。これで町田は4連勝。対する札幌は2月28日の開幕戦以来5試合ぶりの黒星を喫した。3連勝中と勢いに乗る町田は前半19分右サイドからフォワード中島勇輝から上げたクロスをミッドフィルダー矢沢克也がヘッドで合わせるがゴール右に外れる。それでもホームの声援を受けて攻勢に出る町田が先手を取った。同23分左45度の位置でフリーキックを獲得。キッカーのミッドフィルダー鈴木貴文が左足で蹴り出したシュートは壁を越えて大きく左にスライドしながら鋭く落ち、右ポストの内側を叩いてゴールに吸い込まれた。1点ビハインドでフォワード徳良健が欠場の札幌は後半開始からディフェンダー上原慎也とミッドフィルダー内村義弘を投入。その2人が同2分にチャンスを作るが、内村の右足ボレーは枠を外れてしまう。同9分にも内村のラストパスから決定機もペナルティーエリア内中央でフリーだったミッドフィルダー宮沢博樹の左足シュートはゴールキーパー高原俊康のファインセーブに阻まれ1点が遠い。追加点を挙げたい町田は後半40分左サイドからミッドフィルダー森村浩太が上げたクロスをフォワード鈴木浩二が渾身のダイビングヘッドもゴールキーパークソンユンに弾き出される。同45分中島が左が入れたクロスをフォワード重松健太郎がディフェンダー福森明人に競り勝って打点の高いヘッドを叩き込み 2-0 町田が試合を決定づけた。試合後のインタビューで相馬直樹監督は後半非常に苦しい時間が長かったがよく耐えながら勝利をつかんでくれた。選手たちを褒めてあげてください。皆さんと一緒に成長していく1年だと思う。ぜひ一緒に勝ちをつかみに行きましょうとサポーターに呼びかけた。